はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。前回にですね、夏の終わりのスキンケアということでお話しさせていただいたんですけれども、まあ、結構いいねされていて、もしいいねが、ある一定数以上超えたら続編をやるということでですね、今回はその続編になります。で、前回見ていない方に前回のあらすじみたいなことをお話しするんですけれども、前回の動画の内容はですね、夏の終わりのスキンケアっていうものは一つの文化であって、そんなものは存在しないんじゃないかなっていう私の感想だったんですね。で、まあ、それはバレンタイン商戦とかですね、土用の丑の日にうなぎを食べると健康になるとか、同じ文脈で考えて、まあ、化粧品メーカーが、夏の終わりには肌のダメージを受けているので、こういうスキンケアしましょうみたいな、そういうようなストーリーを、作って、それに消費者が乗っかっちゃってる。そして一部のドクターがそれに対してまことしやかな理論を言ってるみたいな構図かなというふうに、まあ、そんなことをお話しして第1弾の方は終わりました。で、第2弾はですね、実際にそれ私の想像ではなくて、これも N っていうのは募集団が非常に少ないので何とも言えないんですけれども、まあ、オーストラリア3人、アメリカ、私の友人のアメリカ1人、それからカナダ1人、バリが1人ということで、オーストラリア在住ですがそんなものは特にないです、カナダ在住ですが、そんなことは考えたことも聞いたこともありませんみたいなことですね、はい、それから、オーストラリア、クイーンズランドではそんな商戦は存在していません、アメリカでも、そんなのそういえばあったよね日本では、みたいなことを言ってました。つまり季節の変わり目で、まあ、いろんなドクターとかいろんな化粧品会社は、夏の終わりにはこういうような肌の変化、基底膜がこういうふうに変化して、角質がこういうような変化をするので、こういうスキンケアをしましょうっていうのは日本だけの独特のカルチャーだと思います。医学的にもですね、やっぱり季節の変化によって皮膚がどうのこうの変化していくっていうことは系統的には習わないんですね。もちろんその乾燥、まあ冬になると乾燥が強いので、乾燥の季節には、まあ、唇が荒れるとかですね、皮膚がガサガサするっていうことはあるんですけども、日常的にはあるんですけども、それが病的な状態に季節でなるので、この季節には注意しましょうみたいなことは、やっぱり皮膚科の講義で習った記憶が全くないんですね。乾燥がひどくなってきたりとか、日焼けをしたりすると、やっぱり日常的に何か変な違和感とか感じるのは事実なんですけれども、それに対して独特のスキンケアというのは、多分私の睨んだ通り、諸外国では聞いたことがないとか存在しないという、まあ、これも大規模に調査してみないと何とも言えないんですけれども、第1弾目の方で多分夏の終わりのスキンケアというものをいっぱい、まあ、YouTube とかインターネットとか SNS とかで発信されてきて、その情報を見ると、あ、私もやらなきゃいけない、何かやらなきゃいけないんだ、このスキンケアをしなきゃいけないんだみたいな、そんなような一つのカルチャーというか商戦なんのかなっていうのが非常に疑いが濃いなというふうに思ってます。今日はですね、まあ、第1弾の完全に私の思い込みで話をしたところで、第2弾はですね、その裏を取った、まあ裏を取ったといっても6人なのでね、まあその一人は私の友人で、まあ、電話で聞いたら、ああそんなもの日本にあったね、忘れてた、ははは、みたいな、そんな感じでしたので、バレンタインデー商戦でチョコレート会社がチョコレートを売る、土用の丑の日にうなぎ屋さんがうなぎを売るみたいな、そんなような脈絡で考えて、正しい情報というかですね、何かの情報に踊らされないというものも必要なのかなと思います。もっと普遍的に言うとですね、この情報ってどういうような脈絡で流れてきたのかなっていうものを考えるのもいいのかなというふうに思います。まあ私は男で、そのスキンケアなんてあまり気にならなかったので、夏の終わりのスキンケア、夏は肌のダメージを受けているのでその回復をしましょうっていうのはすっごく違和感を感じたし、それはもうもちろんその系統的に皮膚というものの臓器を習っていた、それから培養皮膚ということで皮膚の細胞を全てその分子細胞を生物学で解析してたというような、そういうような過去からすると、夏の終わりにダメージを受ける細胞そのもんあんのかなみたいなところから疑問で、まあ、第1弾を言ったんですけれども、やっぱり海外でもそういうようなカルチャーがないところはそういうような意識もない、つまりそういうものは必要ないんじゃないかなということになります。別にその、化粧品会社の商戦を否定してるわけではないですよ。ただそういうようなその、
客観的に物事を見る目線っていうのは大事なんじゃないかなと思います。もちろんその私もですね、若い頃ですね、バレンタインデーになるとそわそわした記憶がありますのでねそれはそれで全然いいと思いますけどね。そうですね、楽しかったしね、はい、うん、だからそれをそのチョコレート会社の陰謀だみたいに否定する人もいるんですけども、まあ、夏の終わり確かにね、あの肌のダメージを受けてるかもしれない、まあ、でもそれは医学的にはほとんど根拠もないし、まあ、カルチャーの一つとしてバレンタインデー商戦の一つの人みたいなことで考えた方がもっと楽にスキンケアに取り組めるんじゃないかなというふうに思います。夏の終わりのスキンケア続編ということで、ちょっとしょぼい、まあ、あの調査ということになりますけど、 N6 例の調査をしてみましたけども、基本的には海外ではそんなものが存在しないということになっております。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ケアンスの方に僕聞いたときに、実はこの子、これは僕自分で編集でうまくごまかすと思うんですけど、うん、はい、一番最初に付き合った子なんですよなるほどなるほど、僕の淡い中学時代の付き合った子に、はいはい、今ケアンスに、はいはいはい、久しぶりと、はい、ちょっと一歩なるほど、今オーストラリアいるんだよね、こういうのってあるのかなオーストラリアは、聞いたらないよちょっと顔が赤いよ削ったなぁ今っていうそしたらコメントでたくさんオーストラリア来たんで、あ、オーストラリアじゃなくてもよかったかもしれない。そうね、でもこれオーストラリアっていうのは非常にキーワードがあって、そのオゾンホールがあるのがオーストラリアのところなので、オーストラリアではスキンケアをっていうか UV ケアをすごくあの小学校でも全国的にやろうっていうことになってるんですね、発がん性の問題で、はい、まあそういうような国であるにもかかわらず季節の変動には無頓着、スキンケアには無頓着、結構オーストラリアでは私は行ったことがないんですけども、小学校とかに UV ケアのなんか置いてあったりもするらしいですね。やっぱり紫外線の強さはもう半端じゃないですもんね、オーストラリアね、はい、オゾンホールがあるしね、はい、うん、で、あの彼女にあの、うん、プラスアルファでオーストラリア、日本からオーストラリアにこう行って、うん、何か変わったこととかあったみたいなのを聞いてみたんです、うんうん、そしたらメイクをしなくなったって言ってましたね。ああ多分もう周りの環境も多分含めてだと思うんですけど、日本ほどあんまりこうメイクをこうして外に出るっていう習慣がそこまで大きくないから、 あんまりしなくなったかもしれない。そうですね、ただ多分メイクも本当にメイクそのスキンケアじゃなくて上物のメイクっていうのは本当にカルチャーなの で、はい、その季節の色とか今年のファンデーションとかっていうやつがあるのでね、はい、やっぱり、まあ、一つのなんていうか洋服とかそういうようなものの文脈で考えた方がいいのかな。ただ基礎化粧品スキンケアというものもやっぱりそういうようなカルチャーとか、洋服とかそういうようなものの文脈も色濃く入っている、まあ、今回の夏の終わりのスキンケアというのもそうだし、フェイスリフトができるとか老化しないスキンケアっていうのはちょっとやりすぎなのかなって感じはするんですけどね、うん、夏の終わりはダメージを受けた皮膚の細胞を休ませましょうってなんか無性に違和感がある。そうですね、うん、違和感がある。もうやるなら事前に、そうですね、対策を、そうですね、紫外線対策ですね、はい、はい。